そっか、塾の久保です。まあ、確かにね、人生を変えようと思ったら、今までやってなかったことをやるっていうことと、今までやっていたことをやめるっていうね、この2つが必要なのかなと思います。少なくともどっちか片っぽやんないと変わんないですね。まあでも両方やんないと変わんないかな、やっぱり。で、私もね、やっぱおっしゃるように、麻雀店を捨てたというか、店舗を捨てた。で、社員との付き合いも捨てましたしね。それからずっといたこの広島に住むってことも捨てました。都市部ね、今全然違う環境に住んで、やってますしね。まあ、動画の方も一つのテーマにフォーカスしてお送りするのではなくて、やっぱりね、自分のその時感じたことをやりたいことをずっとやるようにしましたね。これはまあ吉谷さんの動画発信の形を参考にしたところもあるんですけども、まあ、継続することをフォーカスしたときに、まあ、例えば、ね、暗号通貨のこととかってずっと継続して発信するってことはやっぱ難しいわけですよ。まあ、でブームがあるものはね。で、あと暗号通貨以外のことも話したいなとかね、伝えていきたいなと思ったときに別のチャンネル開設するっていう選択肢もあるんですけども、私の場合は一つのチャンネルで、まあ、隠居 TV っていうねタイトルでやってますけども、私が見てるものと考えてるものをいろんなものがあるわけですよ、当然。で、そういった今見てるもの、今感じてるものを、変わるべきものをずっとねお話していく中で、まあ、変化ってものはね、ずっと放送したものをやめちゃったんですか、そうなんですよ、変わるんですよとかね、その時の感情とか時代とか社会情勢に合わせて変えていくと。で、その中でね、自分が何者になっていくのかっていうところを自分自身も見ているってことなんですかね。だからアクセスを狙うっていう発想もないですね。私 SEO 対策でタグをものすごく埋め込んでいた時がありますけども、あの時はね、やっぱり、ね、アクセスは高かったですよね。動画上げると数千から1万っていうのはずっと上がってましたんで、コンスタントにね。で、その時っていうのは何かっていうと、まあ、与田翼さんに関するタグを結構入れてたんですよね。で、与田さんも動画をよく発信しました。まあ、だから、まあ、相乗りしてみたいな感じだったんですけども、よくよくアクセスが取れてましたし、まあ、話題も与田さんの発信してることに結構合わせていたっていうかね、与田さんの動画見て感じたことを話すみたいな、で感じたままに行動してそれを動画にするみたいなことを繰り返してましたけどもね。で、去年の今頃はナイト2000買ったんで、ナイト2000の、動画を、まあ、しばらく撮ったりとかしてましたし、FX がね、最近いけるようになると FX の動画を結構上げるようになってきたりとかね。まあ、そういうふうに変わっていくところで、当然ファンの方が離れることもありますけども、新しい出会いもあるわけですよね。だからやっぱり変わり続けるのかなと。まあ、最近はね、FX の比重を強めたんで、 FX に興味がある方がよくいらっしゃるとか、ご質問いただくとか、 FX を目的として速稼塾を選んでくださるってことにもなりますし、ちょっと前はね、例のやつっていうもので、来てくださったりとかしましたよね。だからやっぱりその時その時で取り組みたいものって変わるわけですよね。で、そこで、最大値を目指すっていう感じですかね。まあ、でもどっちにしても目的は一人で稼ぐなんですよ。一人で稼ぐっていうことは、その時に狙うべきもの、稼げるもの、それから発信するべきもの、常に変えていくから、目的、一人で稼ぐってことがずっとできるのかなと思います。それに尽きるんじゃないかなと思いますよね。やっぱりこう、海外とのやり取りが盛んだからこそ稼げる、そういったものっていうのは今は無理なんですよ。今は難しいです。だからそれはしないとね。私ももう1年ぐらい海外に行ってませんしね。で、海外の金利差と価格差を当てにしたビジネスの中で、その例のやつっていうのは今できないということになってますし、まあ、できるのは、FX なんてできますしね。そういうふうに今最大値を目指せるものは何なのかなっていうことを、そういうことに興味を持っていくと、だんだんやることって変わってくると。この半年間は持続化給付金というものをね、皆さんに使っていただくためにいろいろとサポートしてきたわけですけどね。まあ、こういうふうな視点でやること、なすこと、その時その時で変わっていくのは当然なんで、動画のテーマもその時その時で変わっていくと。で、まだ戻ってくるというのもありますよね。最近は暗号通貨がまだね、
息を吹き返してきたというか一新されてきたんで、技術も追いついてきたりとか、言ってみれば一発ギャンブルみたいな人もいなくなりましたしね、すごく暗号通貨今見えやすくなってきましたということで、暗号通貨の放送も再開したりとかしてますしね。もうやることは結構ね、あちこち行くようであって楽しいですよね、目的は稼ぐことですからね。ちなみにね、吉田さん、私ね FX の教材を昨日から販売始めましたよ。で早速注文はありました。そんなにたくさんじゃないですけどね、10件近くありましたね。価格も速稼塾塾生さんに限定で公開したものなんで、そんなに高くないということもあります。これ一般公開するとやっぱ35万ぐらいでいくんですけどね、一般公開はもうちょっと後ということになります。 FX の教材私でも売れるようになってきたんだなというところですね。本当にね、一つ極めれば一つまたやることが増えると、でもまあ FX、メインでは私は FX 自体で稼いでますんで、だからね、4年間続けてきたんで FX も、だから信頼していただけたんだろうなと思います、これがね、売って逃げる形の人っていうのは数ヶ月前とかはいなかったアカウントでやりますし、数ヶ月後にはそのアカウントでなくなってますしね、本当にこうホタルみたいについたり消えたりするんですよね、それをね判断材料の一つにしていただければ失敗の可能性は減るんじゃないかと思いながら、今回の放送以上です。いってらっしゃい。